初めに生命科学部に入った後の流れと、どのようなことを学ぶのかということについて軽くお話しさせていただいた後に、学部生と研究室での生活について紹介させていただきます。それではまず生命科学部についてです。1年生は生物学、化学、物理学、数学などの基礎を学びます。そして前期には少人数制で行われるセミナーや簡単な実習も始まってきます。後期になりますと、実際に研究室で用いているような実験器具を使った本格的な実習が始まります。2年生になりますと、基礎科目に加えて主に生物や化学の領域を中心にした専門科目もの授業も加わってきます。さらに年間を通して実習が行われるようになって、内容もレベルアップしていきます。3年生になりますと、学科的、ごとに特徴的な専門科目を選択して受講することができるようになって、学生実習もさらにレベルアップします。後期になりますと、自分の興味のある研究室を訪問して4年生から配属する研究室を決めていきます。4年生になりますと、授業はほとんどなくなりまして、毎日研究室へ行くことになります。そこで1年間研究を行い、最後には卒論発表という形でその研究成果を発表します。無事に卒業した後は、大体6割ぐらいの人が大学院に進学して、4割ぐらいの人が就職をしています。以上が生命科学部に皆さんが入った後の流れです。では次に、1年生から3年生までがどんな生活を送っているのかというのを紹介していきたいと思います。大学の授業といいますと、90分授業のところが多いと思うんですけども、本校は70分授業を取り入れています。その分、教科も多いので、いろいろなことが学べるのも魅力だと思います。ではここで少し授業について紹介していきます。まず英語ですね。英語は1クラス20人くらいの少人数制でして、非常に先生との距離が近いのが特徴です。またレベル別になっていまして、一番上のクラスは外国人教師の方が全て英語で授業をします。またパソコンを使った授業も多くあるので、ここでパソコンの基本的なプログラムを学ぶことができます。このような授業を通して、社会に出てからも役立つようなスキルを身につけることができます。そんな午前中の授業が終わりますと、皆さんも気になるお昼ご飯の時間です。東京薬科大学には生協食堂とマグノリアという食堂があります。生協食堂は大学の中でも一番広くて綺麗で、ドラマの撮影などにも使われています。そんな生協食堂のおすすめはこちらの冷やし担々麺です。この時期になりますと期間限定メニューとして出てきまして、私も大好きなメニューの一つとなっています。そしてもう一つのマグノリアはでかいうまいが売りの食堂でして、おすすめは唐揚げが6個もついています。この唐揚げ定食です。学校の周りにはですね、牛とか田んぼとか緑しかなくて、都市の大学みたいに外食することはできないんですけども、メニューも豊富なので毎日飽きることはありません。そんな楽しいお昼休みが終わった後は、もちろん午後もしっかりと授業があります。また、理系学部ならではの学生実習というものがあります。学生実習は主に4年前に建てられましたこの綺麗な研究棟4号館で行われています。実習室もとても綺麗です。実習は生命科学部の研究室が交代で行いますので、学部生のうちに研究、全ての研究室が行っている実験というのを体験することができます。実習は大体3人から4人ぐらいで協力して行うんですが、毎週ほぼ違ったテーマについて取り組んでいます。中にはラットやカエルの解剖なんかもあります。わからないことがあった時でも、私のような大学院生がティーチングアシスタントとしてフォローしていくので大丈夫だと思います。実習を行った次の週までにはレポートを提出しなければいけないので、少し大変なんですけども、自分で考える力が身につくと思います。こんな感じで実習や授業が終わった後は、多くの人が部活やサークルを行っています。私も
涙橋テニスサークルというところで毎週水曜日と土曜日は汗を流していました。東京薬大学には他にも多くの部活やサークルがありますので、皆さんもし本校へ入学されましたら自分に合った部活やサークルを、見つけていい思い出を作ってみてください。またサークルがない日はですね、アルバイトを飲食店でしていました。東薬生は授業も忙しいんですけれども、その合間を縫ってほとんどの人がアルバイトをしています。このように部活やサークル、アルバイトなどを通して様々なことに挑戦できるのも大学生のうちならではのことではないかなと思います。東京薬科大学ではそんな学生の挑戦しようという思いをバックアップするプログラムがあります。その一つがこの海外特別研修です。このプログラムは英語圏の人々や文化と接することで視野を広げて、英語の能力の向上だけではなくて自立心も養うことを目的とした研修制度となっています。毎年8月になりますとカリフォルニア大学のアーバイン校で実施していまして、学年関係なく誰でも参加することができます。約3週間ぐらいの間、学生が2人1組になってホームステイの体験をしたりですとか、語学の授業や特別講義などを受講しています。アーバインという町はとても治安も良くて人々もフレンドリーな人が多いので、安心して海外生活を楽しめると思います。このようなプログラムの他にも、東京薬科大学では資格試験やインターンシップのサポートなども充実していますので、気になるものがありましたら皆さんもぜひ挑戦してみてください。ただですね、いろんなことを楽しんでいただくのももちろん大事なんですけども、学生なので前期と後期の最後にはテストというものがありまして、これを乗り越えなければいけません。私はテスト勉強の時には主に図書館にありますもの自習スペースや学生会館にある自習室を使っていました。特にこの学生会館にあります実習室は個別スペースに区切られていますので、非常に集中ができておすすめです。また学生会館には無線LANが飛んでいるので、インターネットでの検索を行ったり、ネット上での課題を提出しやすいような環境が整っています。ここでみんなしっかりと勉強をしてテストに臨んでいます。テストを無事に通過しますと4年生からはいよいよ研究室へ配属されます。学科によって配属できる研究室というのは異なるんですけども、生物、物理、化学と幅広い分野にわたっていまして、生命科学部には全部で21の研究室があります。ちなみに私は生物有機化学研究室で実験しているんですけども、実験機器というのもとても充実しているので、思い切り研究することができます。ではここで私が今どんな生活を研究室で送っているのかを紹介していきたいと思います。生命科学部の研究室は4年前に建てられました研究棟4号館とその隣にあります研究棟3号館にあるんですけども、私の所属している生物有機化学研究室は研究棟3号館のここはですね11階になります。天気がいい日はベランダから富士山が見えたり、秋になると紅葉がとても綺麗に見えます。こんなところにある研究室に大体朝9時頃に登校しまして、掃除した後9時半から実験を開始します。お昼は学食が混んでしまうので少し早いんですけども、11時半ぐらいからお昼を食べて、午後もしっかりと実験をしたり、実験結果について教授とディスカッションをしたりしています。途中おやつタイムも挟みながら7時半ぐらいに帰宅しています。ただ一年中実験だけをしているわけではなくて、研究室にも行事というものがあります。春には研究室対抗のボーリング大会がありましたり、秋になりますと研究室対抗のソフトボール大会や研究室旅行などもあります。時にはこんな感じで楽しみながらみんな研究を頑張っています。そして研究で成果を出しますと学会発表に行くことができます。私も昨年は3回学会で発表させていただきました。学会へ出るための準備というのは本当に大変なんですけども、学会に出ますと多くの人と自分の研究について話す機会ができますので非常に勉強になりますし、また学会というのは
全国で行われていますので、学会発表のたびにいろんなところへ行けるのも一つの楽しみです。ちなみに旅費は研究費で賄っていただけるので、昨年は神戸と和歌山で美味しいものを食べてきました。また学会発表は院生だけでなく4年生でも行うことができます。私の所属しています研究室でも3月に学部の4年生が一緒に学会発表を行いました。なので大学院へ進学しないという方でも全然学会発表のチャンスはありますので、皆さんも研究室で配属されたら一生懸命研究を頑張って学会発表に挑戦してみてください。このような研究室での経験を生かして現在は就職活動中です。私は主に食品メーカーや化学メーカーを中心に就職活動を行っています。こちらの写真は今年の3月に行われました合同フォーラムの時のものです。製薬会社やその他多くの企業の方々が来てくださいまして、都心で開催される合同説明会とは違って投薬生限定のフォーラムなので、そうですね、少人数で企業の方のお話を聞ける貴重な機会だと思います。また製薬会社に勤めていらっしゃる OB-OG の方がたくさんいますので、 OB-OG 訪問がしやすかったり、先輩の名前がすぐに通るところも東京薬科大学ならではの強みだと思います。こんな感じでみんな就職活動を頑張っています。ここまでで自分の体験も踏まえたお話をさせていただきました。私は東京薬科大学での6年間でサークル活動や研究室での生活を通して刺激し合える仲間と出会い、またこの恵まれた施設の中で今しかできない経験をさせていただきました。今夢や目標を持って本校へ進学したいと思ってくださっている方はもちろんなんですけども、まだ自分のやりたいことが見つかっていない方も、東京薬科大学でしたら幅広く学べますので、可能性を狭めることなくそれを見つけられると思います。皆さんももし1年後や2年後、3年後に本校へ入学されましたら、ぜひいろんなことにチャレンジして大学生活を充実させてほしいと思います。高校3年生の方はこれから受験で大変になると思いますが、体に気をつけて頑張ってください。では以上で私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。